ウエストオーナーさん、こちらミネットです。さあ、集まれどうする実況続きやっていきましょうか。今回はですね、こちら、今ね、3時29分なんですけれども、皆さんご存知でしょうか？まあ知ってる方も多いと思いますが、土曜日の、まあ、午前3時33分になったら、まあ、テレビの中に宇宙人が登場するんですよね。だから結局さ、これって最後の最後まで、まあ、集まれどうするが発売されて、今ちょうど何年が経とうとしてるわけなんですけど、結局最後までこれ分からずじまいだったんですよ。ただね、飛び出せ道連れの頃でもそうだったんですけど、このね、宇宙人のセリフを、まあ、スローモーションで再生してみたら何か分かることがあるんじゃないかということで、今回はそちらの検証動画やっていきたいなと思います。多分これはね、誰も解読最後までできないと思うんですよね。まあ、最後までできないのはできないなりに、もしかしたら日本語で聞き取れる部分があるんじゃないかという企画でございます。なんかね、集まれ動物の深夜3時ってね、不気味なことが多くって、まあ BGM とかもそうですよね。午前3時になるとちょっと変な曲になります。まあガチョウのね、鳴き声みたいなメロディーが流れるから、24時間の BGM の中でも、まあ、一番強いって言われてるのがこの深夜3時の BGM なんですよね。まあそれも後で聞きたいなと思うんですけれども、まずは先に宇宙人見ていきますか。あと2分お待ちください。まあ、っていうのがね、集まれどうするの最後までわからなかった宇宙人の、まあ、セリフとなってるわけなんですけれども、なんとなくさ、いや、わかんないけど、スローモーションで再生してみたら、よく出会えた、嬉しい、あんたは、な気がするんですよ。で、それから、1万数千年前っていうセリフが一番最初に来てるんじゃないかっていう、俺の中の予想があるんですよね。どうですかね、これ。わかんないけどね、なんかそんなセリフが発せられてるのかなっていう気持ちではありますね。なんか一番最初はだからスプラトゥーンの2人だと思うんですよ。あおりちゃんとホタルちゃんの2人が、まあ、登場して、でそれ左右が
まあ、左右のね、子は俺もわかんないんですよね。左右がわかんなくって、で、それから宇宙人のセリフが始まるっていうこともありまして、なんとなく、まあ、スプラトゥーン3は関係ないよな、さすがにな。だって、集まれどうぞで発売されたのが2020年だから、まあ、その年にね、もしもスプラトゥーンが出て、まあ、スプラトゥーンと何かしらの、まあ、コラボとかがあったら、まあ、それこそ、伏線というか要素になってたとは思うんですけど、まあ、そういうのも特になかったので、まあ、集まれどうぞれをね、2年間やってきて、本当にこれだけは最後の最後までわからなかったなっていうのが、結構ね、俺の中で印象的だったので、今回動画にしてみたんですけれども、なんかね、飛び出せどうぞれは結構わかりやすかったんですよ。まあ、飛び盛りはわかりやすくって、なんか我々は宇宙人だみたいなセリフがね、確かにあったんですよ。で、それが、まあ、集まれどうぞになってから全然解読できなくって、しかもこれ誰も解読できてないまま、2年の月日が流れたんですよね。なんか不思議だなと思いながらもですね、ちょっとここ、寂しいから何かしら出したいね。レトロなステレオ出していくか。何なんだろうね、集まれどうぞと、午前3時の、関係性。これが、午前3時の BGM なんですよね。まあ、唯一、集まれどうぞれの午前3時の BGM が独特だから、まあ、これが印象的に残ってるっていう方が、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけれども、何なんだろうな、このガチョウの鳴き声とかも、一番、謎じゃないですか。今までのね、シリーズも、確かに午前3時は、不気味っていう印象は確かにあったんですけど、まあ、こんな集まれどうぞれほどではなかったんですよね。これが一番謎ですね。まあ、集まれどうぞれと午前3時何かしらあるんでしょうけど、結局最後までこれも分からずじまいでしたね。なんかアップデートで何かしら来るのかなっていう俺の中の予想はあったんですよ。例えばスプラトゥーンの2人が出てきてて、でそのスプラトゥーンとのコラボの伏線なんじゃないかっていう個人的に思ってたりもしてたんですけど、まあ、最後の最後までスプラトゥーンとのコラボも来なかったから、まあ、結局これが俺の中で一番集まれどうぞれやってきてて、まあ、悔しいなっていう解読できなかったことが。なんとなくこの宇宙人たちは俺たちにまあ友好的な、まあ、関係性を持とうと思ってるのかなってっていうのがありつつ、じゃあこれ、まあ、海外だったらどうなってるのかって結構気になりませんか。で、俺もね、結構海外のこのエイリアンのやつ、まあ、宇宙人のやつを調べてみたんですけど、多分全部の言語で同じセリフが流れてると思うんですよ。多分昔のね、飛び盛りとかも多分同じセリフが流れてたと思うんですよね。俺的には多分全部日本語が、まあ、早口になってるのかなという個人的な思いがあったりしますが、例えばね、この空飛ぶ円盤とかも宇宙人出てくるんですよ。こう動物折りと宇宙人、まあ、最後の最後まで、まあ、切り離せないような、存在なのかなと思ったりもする、そんな動画の内容でした。こいつが出てるタイミングでさ、流したらみたいなワンチャンあったりしない？こいつとさ、宇宙人が出ているタイミングで出してたらなんか怒ったりしないかな。俺が前に立たないとこれって宇宙人来ないんか。特に何もないな。でも多分このね、空飛ぶ円盤の頃だと思うんだよな。円盤と何かしら、まあ、関係性はあるんじゃないかなと思いますが、まあ、ちょっとね、これは少し時間を置いて解読に努めたいなと思います。というわけで今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。